オーケーが世界チャンピオン考案の殴る神本エローがヤバすぎたんで紹介&解説。先日3月23日に行われた第5回ポケポケCSが、あの元世界王者の東進さんが準優勝、そして勝利が神本エローだったんですが、なんとこの神本は殴ってサイドを取り切るプランがあります。東進さんからできる式は公開されていませんが、配信で映っていたカードを元に勇士が再現したイメージのできる式がこんな感じになっています。ベースは今までのエローと同じレシピですが、診断で登場したガチグマ赤月 EX を採用、輝くにザードも採用されて、ガチグマという追加のアタッカーを獲得したことで殴ってサイドを取り切るプランがかなり現実になりました。フライブリザードもガチグマも特性のおかげで、相手がサイドを取った後はエネルギーをほとんど必要ありませんし、反動で次のターン攻撃できないデメリットをもともとカビゴンにたくさん採用されているボタンで解消できます。配信ではボタンを使ってリザードとガチグマで連続攻撃するなんてこともやってみました。リワや EUEX やミニックなどで相手のリソースをじわじわ削り、最後の最後にヒーローマットをつけて HP が360になってガチグマがボタンで無限になるってことが恐ろしすぎます。制限時間に追われていたカビゴンエロイにとって殴り切るプランが生まれたのは朗報ですが、これからたくさんカビゴンの相手をする機会が増えるのは個人的な進歩ともある。対策を強めていきたいです。ハローチャンネル。